皆さん、こんにちは。四国厚生支局麻薬取締部は12日までに自宅で大麻を所持したとして大麻取締法違反の疑いで沖縄県浦添市内館介護職員山本太郎容疑者と妻のアルバイト従業員 K 容疑者を再逮捕しました。太郎容疑者は令和4年の参院選比例代表に NHK 党当時から立候補しており、逮捕容疑は8月21日自宅でポリ袋入りの大麻計 0.72g を所持したとしていました。麻薬取締部によると、徳島市にあった国内最大規模の危険ドラッグ販売業者 ADD-CBD の関係先として家宅捜索した際に発見。同日、医薬品医療機器法違反の疑いで同社の実質経営者の男と共に逮捕していました。今回は政治家で元俳優の山本太郎さんについてお伝えしていきます。まずは山本太郎さんの奥さんについて調べました。2012年に結婚し3ヶ月でスピード離婚している山本太郎さん、元奥さんはどんな人だったんでしょうか。山本太郎さんは2013年に結婚し3ヶ月で離婚しています。山本太郎さんの元奥さんはワリサヤジュリさんという方です。プロサーファーで15歳の時には日本で初めて女子ロングボードプロサーファーとなりました。2009年には3冠を達成しており、日本人として初めて世界大会で優勝しています。本格的にサーフィンをしていたことがわかりますね。山本太郎さんの元嫁のワリサヤジュリさんは幼少期壮絶な虐待を受けていたこともわかりました。ワリサヤジュリさんの両親はジュリさんが幼い頃に離婚しています。その後再婚した義理父にひどい虐待を受けていたのです。箸や茶碗の持ち方など注意された後も間違っていたら髪の毛を引っ張り回したり折檻されるなど暴力を振るわれたり、ひどい時は廊下に正座させられて頭から放尿されたこともあるそうです。近所も異変に気づき通報されて、ジュリさんは一時期保護されていたようですが、あまりにもひどい日常ですよね。さらに大人になってからも義父からの嫌がらせは続いています。その原因は今までマネージメントをしてきた義父ですが、ワリサヤジュリさんが山本太郎さんと結婚したことでコントロール下に置けなくなり嫌がらせを始めたということが原因のようです。セレブな裕福な家庭のプロサーファーというイメージを世間につけたくて義理父の言う通りにしてきたワリサヤジュリさん、結婚後は家を離れたことで思い通りにならないワリサヤジュリさんに腹を立てての行動ではないかと言われていました。嫌がらせの内容はパスワードを勝手に変更して成りすましで記事を更新していた、サーファーを辞めると嘘の書き込みをした、試合用のボードを勝手に売ってしまった、15個ほどのガラクタの入った段ボール箱を送りつけてきた、その中には折られたサーフボードも入っていた、ことがブログで綴られていました。大人がする行動ではないですよね。山本太郎さんとの馴れ初めについてですが、ボランティア活動で知り合ったと言われています。知人だった2人ですが、2020年4月に交際スタート、そして2020年5月29日に結婚しています。山本太郎さんがサーフィンをするということもあって2人の関係は深まったようです。ワリサヤジュリさんはブログ記事の中で、山本太郎さんは芸能人や俳優ではなくサーファーとして見てしまうこと、ハンサムなサーファーの先輩みたいとブログで嬉しそうな記事を書いていました。交際期間中は2人で銀座に舞台を見に行ったり焼肉を食べに行ったりしていたようです。短い交際期間の中でもしっかりと愛を育んでいたんでしょうね。当時ワリサヤジュリさんは19歳、山本太郎さんは37歳、2人の年齢は18歳も離れているということで年の差婚ということが分かりました。結婚して幸せな家庭生活を育んでいたのもつかの間、わずか3ヶ月で2人の結婚生活は終わってしまいます。その原因はいろいろと噂されていますが、山本太郎さんが多忙すぎてワリサヤジュリさんに構ってあげられなかったことが大きいようです。政治家としての活動が忙しく月に3日しか会うことが
できなかったことが原因のようです。一部報道では義理母との関係がうまくいかなかったのではと言われていますが、ワリサヤジュリさんは当初、義理母との同居生活について愛にあふれていると楽しそうにしていました。また山本太郎さんのお母さんがワリサヤジュリさんをかばうため嫌がらせをしていた義理父に手紙を出したこともあったので、二人の関係は良好だったと考えられます。しかしワリサヤジュリさんにとって理想とする結婚生活とはかけ離れていたのかもしれません。離婚後も山本太郎さんは虐待されてきたワリサヤジュリさんを守るため友人のような立ち位置で見守っていたことを明かしています。その後、山本太郎さんの元嫁のワリサヤジュリさんは離婚後北新地でホステスになり、2015年にはセクシー女優として写真集を販売していたことが分かりました。ワリサヤジュリさんという名前ではなく、セリナナコという名前で写真集やセクシー動画を販売していたようです。2021年現在の活動について調べましたが、こちらは分かりませんでした。サーファーとしても活躍していたので、インストラクターなど他のお仕事で活躍されているのかもしれませんね。その後、山本太郎さんに隠し子がいたことが明らかになったのです。山本太郎事務室によると、山本氏は8月の離婚後から脱原発や市民運動で以前から知り合いだった女優稲森泉にのスレンダー美女の一般女性と交際、参院選投開票日の今年7月21日に男児が誕生したというのです。一般女性とは結婚しておらず事実婚の状態ですが、子供は認知しているといいます。離婚が発覚した山本氏に今度は驚きの隠し子発覚です。事務室によると、山本氏は昨年8月の離婚後、脱原発や市民運動で知り合った一般女性と秋頃から交際を開始、昨年12月の衆院選を前に女性から妊娠を告げられ、男児は参院選投開票当日の朝に誕生したという。一般女性とは結婚しておらず事実婚の状態だが、子供は認知しているようです。女性は2011年3月の東日本大震災以後、西日本に住んでおり、東京で暮らす。山本氏は時間がある時に会いに行っているといいます。山本氏は会見で離婚を隠していたことを有権者に謝罪しましたが、その席では新恋人との間に子供を設けていたことは公表していませんでした。離婚、隠し子と2度にわたり情報公開を怠ったことから、有権者から厳しい声が飛ぶことも予想されます。お子さんについては一切の情報を伏せている山本太郎氏。一体山本太郎氏はなぜお子さん誕生の事実を伏せていたのでしょうか。まずは山本太郎氏の簡単なプロフィールから。プロフィール、名前山本太郎、本名同じ、生年月日1974年11月24日、年齢49歳、2024年1月時点、出身兵庫県宝塚市。芸能人としての山本太郎、高校1年生の時に天才たけしの元気が出るテレビの高校生制服対抗ダンス甲子園に出場した山本太郎さん。その際に注目を集めたことがきっかけで芸能界入りを果たします。その後、俳優や番組リポーターなどとしても活躍の場を広げます。2012年12月1日、第46回衆議院議員総選挙への出馬し、政治団体新党今は一人の立ち上げた山本太郎氏。最終的には東京8区から無所属で立候補するも落選しています。2013年7月参議院議員通常選挙では東京都選挙区から無所属で立候補し、4位で初当選を果たします。2019年4月10日夏の参議院議員選挙に向けて新たに政治団体令和新選組を設立。同年7月に行われた参議院議員通常選挙に比例区より立候補し、令和新選組の
得票率が 4.6% であったことから、政党要件を満たした令和新選組の党代表となりました。お子さんがいらっしゃる山本太郎氏ですが、お子さんが誕生した時はその事実を伏せていたようです。山本太郎氏のお子さんが誕生したのは2013年7月のこと。しかしそのお子さんの誕生から2ヶ月もの間、山本太郎氏は父親になったことを公表しませんでした。そして2ヶ月後の2013年9月、自身が運営するブログにて第一子が誕生していたいことを明かしたのでした。一体なぜ山本太郎氏はお子さんの誕生を非公開にしていたのでしょうか。子供の母親については同ブログで、以前からの友人で自立したリベラルな考えの持ち主、昨年秋過ぎ頃から意気投合と公表。この出産の数ヶ月前に離婚をしている山本太郎氏は次のようなことを強調して付け加えています。もちろん元妻との交際時期とは全く重なっていません。あまり間が空いてないと言われてしまえばそれまでですが、当時詩人であった僕が生き急ぐ気持ちを自分で抑えられなかった部分、お許しください。要は離婚した元妻と二股をしていたという事実はなかったということですね。これまで子供の存在を公表しなかった理由について、このことを公表すれば子供が狙われ、脅しのネタにされる可能性があるかもしれないと明言しており、子供の身の安全を守るための判断であったようで、この事実を伏せ続けようと二人で決めましたと説明しています。さらに同ブログでも、お子さんの出産に際しての過剰な一部マスコミの取材方法に怒りを感じているという山本太郎氏、疑問や憤りを感じざるを得ません。ごく限られた信頼できる身内と役所しか知り得ない、まだ決まって間もない子供の名前を言える取材者は、どうやって戸籍など個人情報にアクセスできたのでしょうかと痛烈に批判するコメントを残しています。山本太郎氏自身は公人でありますが、そのお子さんはあくまで一般人。息子の安全を守るために、そのプライバシーを守ろうとすることや、それを脅かす存在に憤りを感じるのは至極当然のことですね。今後も山本太郎氏のお子さんや事実婚の奥さんの情報が出てくることはないでしょう。少なくとも山本太郎さんご本人の口からそれらの情報が出ることはないでしょう。このようなことを起こしていた山本さんですが、またまた注目されています。特に興味関心が高いのが山本太郎さんと安室奈美恵さんの関係についてですが、ヤフー検索画面では山本太郎さんと検索すると安室奈美恵さんというキーワードも登場するのです。ここからは共演作やフライデーでの報道内容など二人の関係について調べました。山本太郎さんと安室奈美恵さんの関係について見ていきましょう。山本太郎さんと安室奈美恵さんはザット・エス・カンニング史上最大の作戦という1996年公開の映画で共演をしています。当時の共演者は藤木直人、菅原博士、安室奈美恵、荒木貞虎、山本太郎、山口達也などが出演していた作品です。ここで安室奈美恵さんと山本太郎さんは共演を果たしており、後にフライデーで二人のディズニーデートが報道されることになりました。山本太郎さんと安室奈美恵さんのフライデーの内容についてですが、二人がディズニーランドにデートに行ったことが報道されていたようです。映画共演後仲良くなったということで、二人でディズニーデートをしていたようですが、報道されたのは一度だけなので交際までは至ってないのかなと考えられます。こちらのフライデーされた時の報道内容については、1990年代の報道になるので、ネット上に情報は出回っていませんでした。しかしその記事を見たことがあるという人や、雑誌の切り抜きを保存している人もいました。これを見た視聴者は、ほんまやろ、かなり昔にディズニーランドにデート中ってフライデーか何かで見たで笑
手つないで後ろ姿、あれは間違いないな、山本太郎と安室だったわ、わらと手をつないでいる後ろ姿だったそうです。手つなぎデートをしていい雰囲気だったのでしょうね。しかし安室奈美恵さんのファンの中には、実際に当時の写真を持っているという人も。2人は実際にフライデー報道されていたようです。山本太郎さんと安室奈美恵さんについてですが、強姦されたのではという噂も出回っています。ネット上で噂になっている理由は、ドン・オサム・デ・ニーロ全魂会グッドソウルファミリーファクトチャンネルという動画チャンネルで暴露している人がいたのです。全魂会グッドソウルファミリー会長青山という方が、山口組匠組大幹部の中村又氏という方へインタビューしている動画なのですが、この動画内では山本太郎さんは安室奈美恵さんが17歳の時に強姦した、一時期芸能界から身を隠していた、当時山口組匠組大幹部中村又氏さんに山本太郎側がお願いし、芸能界のドンの巣王と話をつけて強姦事件をもみ消したという内容でした。動画が長いので分かりづらいのですが、一言でこの動画が伝えたいのは、山本太郎は己がした強姦事件不祥事をヤクザを使ってもみ消したということらしいです。しかしこの動画内容については一方的な主張であり、ご本人たちがこの件について何も言及していないため、真実と断定することはできません。またデマと言える理由は2つあります。1つ目は年齢です。山本太郎さんと安室奈美恵さんが共演したのは、安室奈美恵さんが20歳の時、強姦された相手と共演するなんて事務所が許容するわけがないでしょう。当時の写真を見ると皆さんとても仲が良さそうです。とても強姦しているとは思えないですね。2つ目は共演後はディズニーデートもしているということです。前述にもありますが、映画共演後、山本太郎さんと安室奈美恵さんはディズニーデートもフライデーされています。手をつないでデートしていたということなので、2人の関係は良好だったことがわかります。強姦などの事実はデマの可能性がかなり高いと言えますね。その他にも伊集院光さんとは芸能界で互いが認め合う無二の親友です。1992年に伊集院さんが司会を務め、生放送の帯番組素敵な気分でを盛り上げるために独断で覆面をかぶり模造刀を手に持った不審者として生中継コーナーに乱入し、ゲストであった渡辺典子さんに襲いかかったり、カメラを壊そうとしたりと大暴れし、警察が出動する放送事故になったのです。伊集院さんが自身のラジオ番組で語ったところによると、この放送事故の影響で半年ほど芸能活動を謹慎する羽目になっていたそうです。放送中には山本さんであると明かしておらず、警察の取り調べでも伊集院とは無関係と主張しました。さて、石川県能登半島に地震が発生しておよそ1ヶ月、地震発生当時現地にボランティアスタッフとして入った山本太郎さんが話題になりましたね。話題の原因とは別に、山本太郎さんは体重不可厳禁という負傷した状態であるとのことにも注目が集まっているようです。体重不可厳禁の怪我とは一体どういうことなのでしょうか。一体山本太郎さんに何があったのでしょうか。情報をまとめていきたいと思います。実際に今回被災地に訪れて車椅子に座っている山本太郎さんの写真があります。怪我しているという情報はあるようですね。車椅子に乗っているのも怪我を悪化させないためでしょうか。松葉杖をついている山本太郎さんの様子も SNS では公開されています。ちなみに今回被災地に入りテントを建てている山本太郎さんの姿も SNS で確認することもできます。写真では立っているので体重負荷厳禁ということでもないように感じますが、実際のところどうなのでしょうか。1月2日に投稿された台東区議会議員の風沢淳子氏の投稿に、山本太郎氏が骨折しているということが明記されていました。この骨折の原因が一体何か、なぜ骨折したのか気になる方も多いようです。しかし
この骨折の原因について詳しくは記載されていません。公式の情報としても非公式の情報としても怪我の原因については明かされされていませんでした。ちなみにとあるメディアによると骨折の原因は主に3つあるようです。外傷性骨折転倒、転落、衝突、交通事故などで外傷を起こした際に起こる骨折、疲労骨折、過度のスポーツなどによる集中した力が加わることで小さなひびがたくさん発生したために起こる骨折、病的骨折だとすると骨粗鬆症、骨腫瘍などの病気が主な原因となり、骨の強度が低下して起こる骨折、おそらくですが、上記3つの理由を見るに病的骨折ということは考えにくいですね。何か事故などに遭ってしまったか、疲労による怪我なのか、どちらかのように思います。山本太郎さんの怪我については非常に多くの方が関心を寄せているようで、ヤフー知恵袋などでもそれに対しての質問が上がっています。その回答の中に興味深い内容のものがありました。その内容がこちら。彼の今までの行動から、もし転倒などでの負傷だをしたらそれを自ら口にされると思うのです。彼は心ない方に襲われたりして命の危険もあったことも何度かあるようです。本来ならニュースとなるところですが、彼は穏便に済ますために示談にしたと聞いています。この情報源は不明ですので信憑性には欠けますが、怪我した原因を明かしていないというのは確かに不思議です。何か世間には公表できないような事情があるのかもしれないと想像してしまうのも無理はないように感じます。被災地でテントを建てる写真で山本太郎さんは自身の足で立っている様子がうかがえますが、もし骨折している状態で行っているのであればかなり無理をしていることになりますね。また2022年8月に自身のツイッターで地金が逮捕されたことについて謝罪しました。本日報道がありました件につきましてと前置きした上で文書を掲載。身内が酒気帯び運転の上接触事故を起こしたと知りました。接触された方が大事に至っていないことを祈るとともにお詫び申し上げますと謝罪しました。さらに当事者でない私が弟というだけでお詫びするのは筋違いだとおっしゃる方もいらっしゃるでしょうが、社会から飲酒運転による悲惨な事故を撲滅するためにも自分ごとと捉えたいと考えました。どうか皆様におかれましてもほんの少しという気持ちからでも飲酒運転は絶対におやめください。猛省しているであろう身内ともタイミングを見て話してみたいと思いますとしました。いかがだったでしょうか。今回は山本太郎さんについて詳しく見てきました。冒頭で話しました山本太郎容疑者に関しては、今回ご紹介した山本太郎さんと同姓同名の別の方ですので、お間違えのないように最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。